こんにちは、巫女的人材育成ライフコーチの巫女です。今日もご視聴いただきありがとうございます。皆さん、ゴールデンウィークといかがお過ごしですか？私は、明日が唯一のお休みで、あとはずっとゴールデンウィークはお仕事してます。はい、毎日スタッフとお客様と楽しいお仕事です。今日はお休み前の YouTube 撮ってますね。お休み前に、明日はゆっくりお休みします。昨日の YouTube の配信では、自分の気持ちっていうのを切り替える、ポジティブに前向きに切り替えるための簡単な3ステップというか3つの行動についてお伝えしました。試していただいた方はいますでしょうか？試していただいたらすごい嬉しいんですけど、もし何かいい変化があったらぜひ教えてください。それでその3つの行動をお伝えしたじゃないですか、前回の動画で。で、人間のその行動の動機って何か知ってますか？人間が、何を動機にして行動するか。それは、人間っていうのは痛みを避けて快楽を得るために行動するんですね。痛みを避けて快楽を得るために行動するんです。これをしとけば後で楽とか、今これしとかなかったら後で痛い目に遭うから今これしとこうとか、結構そういうことを判断基準というか優先順位の第一位に持ってきて、人は行動をします。なので、いくら正しい行動だったとしても、それが快楽につながらない行動だったとしたら、人間はそれをずっと続けることは難しいです。だからずっと続けていくためには、これをするとどんないいことがあるのか、これをするとどんないいことがあるのかっていうのを自問自答して、それを自分自身が作ってしまって、作ってしまえば、どんな仕事だったりとか、やるべきことだったりとか、これからやることとか、なんか習得したいものだったり、勉強するとか、何かをこうやらないといけないけど、なんかこうやる気スイッチ入らないみたいな時は、それをしたらその先にどんないいことがあるのかっていうのを自問自答して、それが本当にこれいいじゃんって自分自身が思えることだったら突き進めると思いますし、続けられます。三日坊主で終わらずに。私も常にそういうことを考えて、これをやるとどんないいことがあるのかっていう理由っていうのをちゃんと持って、どんなことも、仕事だったりとかもそうですし、この YouTube とかも配信もそうですし、この配信を続けることが、なんかこの今配信してるのが、会社に行く前と会社から帰ってきた後、仕事の前と仕事の後に一本ずつ撮ってるんですね。それを頑張って続けていこうって思ってやってるんですけど、やっぱり帰ってきてこう疲れたりしたら、あ、今日サボっちゃうかなってちょっと思うんですけど思うんですよ。なんですけど、やっぱりこれを続けるってことが大事だし、これを続けて配信していくことで、より
こう悩んでる人とか仕事とか人生悩んでる人がちょっとでもこう楽になったり幸せになるきっかけになったら私はすごい嬉しいですし、そういったことを発信することが自分がやりたいことだったり、そこにこう集まってきてくださる方がこう仲間というかコミュニティみたいな感じで今後は作っていけたらいいなって思ってるので、そういった未来を想像してワクワクしてやっぱりやろう、今日もやろうって思ってやってます。なのでなんか今こうやるのめんどくさいなとかなんかあるじゃないですか、疲れたしな今日どうしようかなって思った時に、それをじゃあ今やったらどんないいことがあるのかっていうのを自分が知っておけば絶対に行動できるので、ぜひ試してみてください。して昨日そのお伝えした動画で一個その行動で表情を変える、なんか落ち込んだりとか、なんかあどうしようって思った時にはそのまずは表情を変えるだけで気分が明るくなりますよ。あの昨日の動画で伝えたショーン・エイカーさんの幸福論の研究者の方ですね。人は楽しいから笑うのではない、笑うから楽しくなるのだっていう名言というか格言みたいなのがあるってお伝えしたんですけど、まさにそうで、笑ってたら楽しくなってくるんですよ。だんだんなんか脳がそう錯覚して体にそういう反応を出すんですよ。そういう気持ちにさせてくれるんですよ。体、脳がそれを発して笑ってるって話して脳がなんか楽しいんだみたいな、不思議なんですけど本当にそうで、で本当にこの笑うっていうのはすっごい力があって、もちろん笑ってて自分が楽しくなるっていうのももちろんそうだし、でしかもなんかやっぱりこの笑うっていうのはめちゃくちゃ万能薬みたいな感じの役割というか力を持ってて、あの病気を治すとかってすごい言われてますね。なんかあのやっぱり末期がんの方で、あのこれもアメリカだったかな、なんか研究のやつなんですけど、末期がんの方だったりとかすごいあのうつ病の方とかが常に笑うためにこう自分が大好きなあのバラエティ番組とか、 なんかそういうコメディ系のものっていうのを、まあ、毎日毎日見てもうずっと笑ってもう過ごしたらいつの間にか病気が治ってた、がんが治ってたとかうつ病が改善されたとか、結構聞いたことある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、そういう本当に病気を治してしまうようなそういう力っていうのが笑顔にはあります。笑うってすっごいなんだろう、エネルギーというかパワーというかめちゃくちゃ秘めてて、本当に昨日も言ったんですけど、あの笑うとか笑顔にするっていうのは本当になんかお金もかからないしタダでできるじゃないですか。ぜひなんか毎日こう笑うっていうのを意識するでもだけでも全然違うので、いいことしかないから、ぜひ笑顔、あなんか落ち込んでるな、なんか自分疲れてるなって思ったら笑顔にぜひあの自分の表情を変えてみてほしいっていうのと、あとはやっぱ笑顔の人をこう自分が見てなんか嫌な気持ちになるってないじゃないですか。やっぱ見てる側もすごいいい気持ちになりますよね。自分が笑顔でいるだけで周りの人もハッピーにできるってすごいなって思うんですよ。自分がそうやってなんかがん病気治しちゃうとか、なんか自分が元気に楽しくなっちゃうだけじゃなくって、自分が笑顔になるだけで周りの人までハッピーにしちゃうって、笑顔ってすっごいなって私は大好きなんですけど、笑顔は、はい、なので笑顔ってすごい本当にめちゃくちゃ魔法の力みたい なんかそういうのがあるなって私は思ってて、いいことしかないので
ぜひ笑顔をやってほしいなって思います。人間の行動は痛みを避けて快楽を得る。笑顔したらなんか楽しいし、周りの人もなんかハッピーにしちゃってめっちゃいいじゃないですか。快楽得られますよね。笑顔で自分も周りにも快楽を与えられる、そんな瞬間だったり、そんな人にぜひ皆さんもなれるので、ぜひやってほしいなって思います。じゃあ今日はこの辺で動画を終わらせていただきます。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。皆様にとって今日も一日最高、楽しい、幸せな一日となりますように。今日もありがとうございました。